いじった瞬間ピュッピュッと飛んでる、いじった瞬間ピュッピュッと飛んでる、ピュッピュッと。はい、すいません。日本一周を達成するはい、低クオリティ、動画アッパーの名前すればなんや、あ、まあ名前は何でもいいです。はい、で、今日も動画を1日1本は頑張って上げていく、目標50本動画を上げれるように頑張るという低クオリティ、YouTuber ではなく動画アッパー、動画上げるだけの無編集の人です。はい、で最後におまけで占いコーナーみたいなのとかやろうかなと思ったけど、最後はね、最後占い毎日した人は、ちょっと見ようかなっていう人は最初に持ってきた方がいいと思って、登録者一人で誰も見てないんですけど、そう考えました。はい。では、占いコーナーから始めます。ね、もうめんどくさいんで、まとめました。奇数、3月、5月、7月、9月、11月生まれの方の運勢。はい、小吉です。まとめて小吉です。はい。ラッキーアイテム。交差点の押しボタン。歩道を渡る時の押しボタンですね。それを押してください。そしたら何かいいことが、多分この日本全、これを見てる人、初めて見て、この24時間の運勢です。夜中に見たらもうほとんど寝てる時間で消えてしまいますけれども。はい、そうですね。はい。で、一言コメント。今日は早く寝ろ。早く寝た方がいいです。この人、小吉やけどね。はい。次、偶数。2月、4月、6月、10月、12月の人の運勢、中吉。はい。ラッキーアイテム、ソフトクリーム。あ、消えてもだ。ソフトクリームです。はい、ソフトクリーム買って食べてください。美味しいです。はい。一言コメント。やつに狙われている。はい。なんか多分狙われる。誰かに狙われてるかもしれない。職場の嫌なライバルとか、嫌なやつがお前を狙っているみたいな。気をつけろっていう意味のコメントです。はい。てってれー。今日のベストラッキーとベストアンラッキーがあります。8月生まれ、超ラッキーですね。はい。で、ラッキーアイテムはパスタ。今日僕パスタ食べたんで、パスタにしときました。はい。で、今日は、一言コメントは、今日は穏やかな一日です。はい。あなたの一日は今日は穏やかでしょう。そんなわけねえよな。みんな、全国みんな、占いで8月まで穏やかなわけないやろうとか思うけど、はい、これを見た人は24時間穏やかです。はい。で、アンラッキー、バン、1月生まれアンラッキーです。ねえ、占いでアンラッキーとかも最悪ですよね。でも、まあ、占いやから、いいのも悪いのも一応ね、適当に作っとかないとね、いけないので、はい。ラッキーアイテムは私の頭の中の消しゴムです。はい、頭の中から探してください。はい。んで、一言コメント。まあ、アンラッキーなんで、常に周りに気をつけろ。まあ、なんか、何があるか分かんないですね。いきなり上からなんか落ちてきたり、石につまずいてこけたり、あとは、まあ、なんかあるでしょう。まあ、嫌なやつが攻撃してきたり、なんか被害妄想みたいなんですけど、まあ、アンラッキーですからね。と思ってたらいいことばっかりもう起きないんで、まあ、あまり気にしないでください。適当です。ということで、占いコーナーで今日で終わるかもしれません。はい。どうでもいい占いコーナーでした。で、今回は第17回目なんですけども、映ってるのが光反射してちょっと見にくいな。日本一周のね、計画をずっと今、ちょっとずつ進めていくみたいな感じで、1万歩の道も一歩からみたいな感じで、17回目、17歩目ですね。はい。千里の道も一歩から。はい。まあ、1万歩ぐらいの段階を追って、ちょっとずつ進んでいこうっていう企画です。はい。で、バイクはね、この前 PCX とリードどっちにしようかなーって言って悩んでたっていう動画を上げたんですけども、その2つに絞って、4つから2つに絞って、で、2つから結局リードに決定しました。パフパフみたいな感じで。はい。でね、なんでリードに決定したかっていうと、積載性ですね。やっぱ積載性すごいんですよね。バイクのメットインスペースが38リットルで、ヘルメットが2つ入るぐらいの原付き、スクーターで、あんまりないんですよね。こんな250の、X-MAX
6とか、ホンダの、フォルツァとかやったら結構でかいんですけど、250、ガタイもすごいでかいんですよね。でも125ぐらいのスクーターよりちょっとでかい、原付よりちょっと、スクーターよりというか原付よりちょっと大きいぐらいのサイズで、メットインが2つも、メットインにメットが2つも入るのっていうのはなかなかないんですよ。これかアクシス Z っていう、ヤマハの、最近出たんですけど、最近かな？もう1年以上経ってるかな？安い、結構23万ぐらいで買える 125cc のメットインは結構広いです。多分リードとをのライバルとしてめっちゃ安くて、積載性もある通勤用のバイクとして開発されたのがアクシス Z と思うんですけれども、まあ安くするとこは安く上げて、必要なとこだけ良いっていうように考えて作られたのがアクシス Z です。まあそれはまあ別のバイクなんで置いといて。で、PCX は乗り心地と装備がいいんですよね。積載性はちょっとリードには劣りますが、積載性は乗り心地と装備がいい。何がいいかっていうと、まあ何が違う、リードと違うのかっていうと、メーターがデジタルメーター。で、鍵がスマートキーって言ってポケットに入れてるだけで、1メーター以内ぐらいに、1メーター、中心から半径1メーターぐらいに入るとエンジンかけたり、メットインが開けれたりっていう、別に鍵刺さんでもいいっていう、ちょっと未来、車とかと一緒で、一緒みたいな感じで、ちょっと未来っぽい感じですね、バイクの。最近ちょっと増えてきたんですけどね、大きいバイクとかでもそういうのが。で、まあ、リードに決定しました、リード。でね、リード、一応2つのね、バイクの近所のバイク屋さんで見積もり出してもらったんですよ。で、どっちも相談に結構乗ってくれて、どっちがいいっていうか、まあ、ないんですけど、どっちもいいバイク屋さんで親切にしてもらって、で、T オートっていうとこと Y オートっていうのがあって、T オートはちょっと結構大きめのバイク屋で、関西に3店舗ぐらいあるバイク屋さんで、まあ、中国とかに中古バイクとか多分輸出したりする事業とかもやってたり、中古とかも売ってるような結構大きめのんで、最新の新しい出たばっかりのバイクとかよく展示されてるんで見に行ったりしてお世話になってます。なんやこいつ変なやつ、いつもこんなこの変なおっさんみたいな、多分内心ではスタッフの人は思ってると思うんですけど、すいません、いつもちょろちょろ見に行って、いいないいなって思ってるだけの客みたいな感じですけど、迷惑かけてます。で、まあ、T オートさんと Y オートさんはチラシ入ってきてて、で、まあ、Google でこういうチラシ入ってんなと思って Google マップでコメント欄見たら、めっちゃ親切でいい、ここのバイク屋さん最高ですみたいなコメントばっかりが、もうやらせみたいにいっぱい書いてあって、そんなんみたいな。で、行ってみたらほんまにすごい話とか聞いてくれて、すごい細かい説明までして、うわめっちゃこのとこいいな、ここで買ったら、後々のメンテもちゃんとやってくれそうで、いいな。まあまあ、T オートさんが悪いってことは全くないんですけど、まあ、個人でやってるこっちちっちゃいホンダウィングっていうんかな、ホンダドリームじゃなくてウィングやな、ドリームは直営で、ホンダウィングの、まあ、ホンダの専売店の個人の店なんですけど、まあまあ、ちょっと普通の自転車売ってるようなとこよりはでっかいみたいな、バイク専門で自転車売ってなくて、バイクを専門で売ってるんですけど、ですごい説明とかしてくれて、で、値段がね、まあ、ちょっとこっちの方がお安くしてくれたんですよ。で、まあ、どっち、まあ、一応ね、こっちでも決めようと思ってたんですけど、一応どれぐらい差があるかなと思って行ったんですけど、まあ、2万ぐらいちょっと、ね、あんま言うのはあれなんですけど、2万ぐらいこっちの方が安かったんですよね。同じ装備で、だいたい選ばせてもらって。2万も安かったらな、もうしょうがないですよね。大手で社員とか雇ってるから、個人でやってる店の方がやっぱりちょっと値引きしやすいんかもしれないですね。売れる数は少ないかもしれないけど、やっぱ社員とかのね、給料払わないいっぱい雇ってるから、会社として。ちょっと高め、工賃とか正規で結構取ったりするから、こっちは結構サービスしてくれるんですよね。まあ、個人でやってるからね、サービスでつけといてあげますよ、みたいな。Y オートさんに、ちょっと決めました。ありがとう。決めましたで、まだ何も見積もり出してて、行ってないんですけど、あともう行って、お金さえ入れたら、用意しますよ、みたいなぐらいまで。もう大体決まって、煮詰まってるみたいな感じですね。はい。で、忘れてましたけど、今日は、6月5日金曜日、
今11時24分ですね。1日1本あげようって決めてるんで、今日中にとりあえず1本。まあ別に明日になってもいいんやけど、まあ1日だいたい1本ペースで、以上であげていって頑張っていこうと思って、ちょっとずつ謎わからんとことか、なんか iPhone でしかあげてないんで、15分縛りみたいな、あのどうやって解除するんやんって、これできないんですよね、今。ちょっとパソコンでやらんとあかんみたいで。まあパソコンもね、見に行ったんですよ。中古のパソコンでいいわ。で、5万ぐらいの買ってやろうかな、みたいな。ね、その動画編集とかもまだ全然わからんし、ちょっと練習がてらに安いの買ってやろうかなと思って。で、まあそういうことですね。はい。ちょっとずつ頑張って勉強して一歩ずつ、なんかアホな感じやけど、進んで、レベルアップしていこう、みたいな、思いで、この汚い部屋から、あの世界を目指すみたいなね、日本一周やけど世界を目指すみたいな、まあ、世界一周とかもしたいですよね。あの船に乗ってあのやるアスカ2とか、ピースボートはなんか安いか微妙なんですけど、アスカ2とかで行きたいですよね。ということで、ちょっとあの綾波にレイちゃん飾ってますけど、綾波ちゃんバイバイって言ってて、ちょっとあの邪魔やから綾波ちょっと飾ってみます。こういうなんかね、小物とかあった方がいいんだよみたいな、 YouTube のすごいアクセス数を稼いでる人、意味ない小物を置いとくのがなんかこれ何みたいななるからいいとか言って、適当にそんなとこだけあのもうなんかやれるとこがそれぐらいしかないんで、それやっときました。はい。それでねまあほんでね、今前のおさらいになるんですけど、日本一周だいたいね、距離は全体、まあ回り方にもよるんですけど、外周回ると1万2000キロぐらいと言われてます。ほんで、まあ、北海道3000キロ。まあ、ここは微妙に分かんないんですよ。回り方によるのは。本州6000キロぐらいかな。またちゃんと調べときますっていうか、なかなか Google で調べても、バラバラな数字出てくるんで難しいんですけど、まあ、だいたい6000キロぐらいかな、みたいな。寄り方とかにもありますね。で、まあ、四国一周、アバウトですけど、全部。1200キロ。九州3500キロ。沖縄は400キロぐらいで、1日2日で回れるぐらい。頑張ったら1日で回れるけど、まあ2日ぐらいで回れるぐらい、結構楽なんですよね。はい。ほんで、まあどうしようかなと思って、最初、淡路島行って四国回ろうっていう計画やったのに、もう無理して一気に四国バーン回ったれみたいな思ったりね。九州もバーンってフェリーで行って回ったり、まあ、沖縄はもうバイクでフェリーで行って回ろうかなと思ったけど、それするよりは、安い LCC っていうかな、安い飛行機でウィーンって行って、そこでレンタルバイクとか借りて、ピュッて、400がね、すぐ回れるから、一泊ぐらいして、ペッてやって、帰って、やろうかなと。で、僕の推奨する分割法って言って、まあ、一気にね、もう連続で回らんでもいいと思うんですよ。日本一周なんかそんなしんどい。よっと行って、北海道行って、また休憩して、また時間何ヶ月か置いて、またちょっとって、それでいいと思うんですよね。ルールは自分で決めろ、みたいな。感じですね。人の言うことなんか知らねえよみたいな感じで、自分で決めて回ったらいいと思うんですよね。批判するやつは死ねえって言ったかも。批判するやつは何やろ、黙っといてくださいみたいな感じで、それで自分のやりたい感じでやったらいいと思うんですよ。この人に、自分の好きなことその人に言われてやるようなことでもないんで、まあ、それ日本一周ちゃうやんって、一周っていうかバラバラやんとか言う人いてると思うんですけど、まあ自分がね、納得できるやり方でやるのが一番いいんで、僕はこれ推奨、分割法すごい推奨するんですよ。ちょっとずつ回ってった方がいいやんと思って、一気にまたしんどいだけやしね、リスクも高いし、一回回って家帰ってどっか休憩して、またちょっとお金貯めていくみたいなのがいいと思います。はい、今日はちょっと長めになりました。ありがとうございました。